はい、こんにちは、ずんぞうです。今回はですね、ウラシュラを片サレで周回できたんで、ちょっとまあ後々プレイ動画を見せるんだけど、まあ、まずはパーティー紹介していくわ。でね、とにかくこのパーティーがですね、なかなかに優秀ですね。で、耐性がですね、暗闇 100%、 毒 100%、 雲オブ 100% で、お邪魔耐性だけ80% なんですけど、まあウラシュラって大体そんなにお邪魔そんなしてこないから、まあ大丈夫ですね。でサレーネ、リーダーをサレーネにして、クロロのこの変身先のこの2ターンのサブ入れ替えるで、これでデイトナにしていくと。で継承がですね、サレーネにこれは毒耐性とつけてます。まあこの武器なければ、そうだな、まあ別にこの武器でもいいかと思ってる。正直なんかこの武器デメリットめっちゃあるけど、邪剣ね、あの鍵のやつ、まあめちゃデメリットあるけど、まあこれでもいけるかなっていうのはあるね。まあとりあえず毒耐性をいっぱい、まあ 80% とか 100% を積んでいければ、まあいいかなと思ってる、ここは。でクロロにこれですね、これ何の武器かって言いますとね、ダメージ吸収なんですよ。でなんでこの武器を採用したかって言いますと、変身先2ターンなんですよ。でこの武器ね、6ターンで打てるんだよね。6ターンで打てるダメージ吸収、デメリットがあるからなんだろうけど、ダメージ吸収が6ターンで打てるっていうところで、すごいたまんの早いっていう、めちゃめちゃたまんのが早いんで、すごい。ウラシュラってさ、吸収してくる敵がトットアンドソティスのソティスとキメノアとかも吸収してくるんで、まあ、そこ対策として、まあ、この武器優秀かと思ってる、まあ、すぐたまるんで貯めるのがたやすいと。でダグザ、転生ダグザ、まあ、ダグザもスキブいっぱい持ってるし、暗闇耐性プラス持ってるし、まあ、火力出せていいなと思ってる。でこのなんだろう、消せないとか、まあ、あったらいいなぐらい、まあ、あったらいいなぐらいでそんなにいらないかな。でこの武器ね、オールマイトなんですよ。オールマイトは正直すごい入手難易度高いから、ちょっとこれはね、まあできればオールマイトがいいけど、まあ、バインドをつけれて、バインドはいらないかもしんないわ。お邪魔耐性か、お邪魔耐性をいっぱい持ってる武器だったりかと思ってる。でエキドナですね。エキドナはちょっとちょっとハードル高いっていうか、入手難易度高いんだけど、まあこのスキブ2つ4つ持ちと無効貫通、まあこのなんだろう、パーティーがさ無効貫通スキルとかがないから、まあこういう無効貫通いっぱい持ってるキャラで無効貫通していくっていうところがいいかもしれない。で13ターンでこの遅延も良くて、まあ採用してるかな。この子の代用はどうだろう、ちょっと分かりません、すいません。でデイトナはエリカ様の武器、まあ遅延は2つあればいいかなと思ってる。でフレンドさんもエリカ様の武器にしてください。でバッジは HP の方がいいかな。まあ別にこのバッジはね、普通に HP でも、まあ攻撃でも、まあ何でもいいかと思ってるし、まあ安定を求めるなら HP とかいいかもしれないし、速さを求めるなら落ち込んなしとかでもいいかもしれない。さあ、こっからはプレイ動画なんですけど、まあちょっと後付けで解説していこうかと思います。で、まずここ遅延が食らいますね。遅延食らうんだけど、まあこっちも遅延打つと。エキドナサラの遅延を打つと。でお邪魔耐性、まあできればね、お邪魔目覚め耐性は振った方がいいかと思ってる、正直。まあこのお邪魔を10ターンとかめっちゃ継続してやってくるんで、まあ、ここのなんだろう、対策として、まあ、お邪魔目覚め耐性振ってもいいかなっていうのを思ってる。まあ余ってる枠が多分クロロとかのところに、多分俺はね、名残、前の名残で毒目覚め耐性がついてるんだけど、まあ、別にお邪魔目覚め耐性でいいかと思っては、でここは突破します。突破して、で2階ですね。2階はパズル教室なんで、ここはまあカットというか、まあ早送りします。早送りして、でちなみにあれですね、指延長になってるっていうか、なんかこれ情報修正でなんか操作時間が2倍になったのかな、ちょっと分からんけど、なんかそこら辺の事情はあんま詳しくないんだけど、まあ結構これで、まあ、難なくパズルをクリアできますよという感じかな。でこのパズルさ、久々にやったからさ、ちょっと若干緊張したんですよね。ちょっと若干ね、緊張しました。で3階ですね。
3回に立ち回りはまあそうだな、これクロロ溜まってるんでクロロ2ターンチャージ、してで、まあウェイとかいっぱい組めば多分突破できるんで、まあここはちょっと若干苦戦してるけど、ウェイ組むのにで突破できてるかな、突破してるかな、してますね。やっぱりデート長ねえ、この硬されでも肩倍率でも21億と出してるんで、もう化け物ですね本当にぶっ壊れてるって思ってるし、まあ、相当強いで、レーターも変身できます、肩も自分のレーターも変身して、でここもまあ一旦溜めてるから、ね、一旦溜めてますね。でデイトナ打って、でこれもう空打ちしましたね。オールマイトの武器がちょっといらない、スキルがいらないと思ったんで、空打ちしてます。で10コンボして、で敵がさよならと。で5回ですね、5回がナポレオンなんですよ。でナポリタンがね、そのお邪魔目覚めしてくるんですよね。そうお邪魔目覚めしてくるから、正直なんか本当にお邪魔目覚め体制振った方がいいなと、ちょっとねこれやってる最中にちょっと後悔しちゃったんですけど、まあ別にそれでも全然問題なくいけるんで、まあ大丈夫かな。でクロロ打って、で最終段階まで変身して、で2ターン後にデイトナーが変身できるっていうか、もうリタチェンできるんで、まあここはまあ若干こうパズルしてナポリタンを突破してるかな。で突破しました。はい、すいません、ちょっと後付け実況が慣れてないからちょっとどう実況していいか分かんなくて、でうつらうつらちゃんはですね、まあ本当にこれはウェイだけでいける、もうウェイと10コンボ、ウェイプラス10コンボでもう突破できるかな。そうね、でまあちょっとパズルぐだってるけど、まあ突破できると。でお邪魔が本当にめっちゃ降ってくるんだよな、正直ね。このお邪魔邪魔くさかったやってる最中めっちゃ邪魔くさくて、いやこの邪魔お邪魔邪魔くせえなと思ったけど、まあ別にそんなに、まあ、正直なところ問題ではないんで、ね、でクロールでリダチェンしまして、デイトナに変わりましたと。で特にここはね、もう淡々と本当にパズルをするだけなんで、まあ喋ることはないっすね喋ることないからな、まあ本当にウェイ組むだけっていう、まあとにかく闇と光のウェイを組むだけっていうなんで、まあ、正直話すことはそんなないかなっていう感じですねでアロンダイトですね。アロンダイトは、まあ、消せないしてくるんだけど、まあ、この消せないは消せない回復あれつけてるんで、ダグザにつけてるんで、まあ、ウェイを組んでいくと。でこれ空打ちしましたね。サレーネのところを、サレーネの武器、徳川家康だっけ、違うか武田信玄かなどっちか分かんないけどの空打ちしましたね。でもちょっとこれね、空打ちの順番ミスって、このエンハンスついてる、徳川じゃなくて武田信玄がエンハンスついてるんで、まあ逆だったかなっていう。デイトナ先にその武田信玄打って、でデイトナ打った方が良かったかなってちょっと思いました。でここなんですけど、まあここら辺は雑魚敵ゾーンなんで、まあ、しっかりパズルすると、まあ、しっかりパズルしておけば、まあ何らもんではないかなと思ってるわ。でまあやっぱりゲハがやっぱり遅延めっちゃしてくるから、まあ、そこは正直だるいっていうところぐらいかな。でペルセウスは盤面広げてくれるんで、まあもう本当に、まあ、ウェイを組んで、まあ、突破するだけですね。ちょっとこのパズル下手くそすぎやけど、めちゃくちゃ下手くそパズルやけど、まあいってるかな。これでパズルして、でまあ突破してました。クロロがすごいさ、10強3つ持ちだから、まあ、めちゃくちゃ火力出してくれるんで、まあめちゃめちゃいいっすね。本当に助かる、火力が助かるというか。でデイトナ打って、でここはもうカットしてます。普通に色が集まんなかったから色が集まんなくてカットしてるだけで、色が集まったんで向こう側に突っ込んで、まあ反発します。まあ、あれどうかな、
クロロも一応無効貫通持ってるっけ、持ってるけど、まあ、闇は集める、闇は9個集める方が難しいんで、ここはやっぱりエキドナサラ欲しいなと思ってる。で無効貫通組んで、でまあちょっと斜め入れてでちょっと変な落としにして、まあ、突破してるかな。 OK で、こういう後付け実況に慣れてないんで、いつも生実況というか、生実況なんでちょっと慣れてないんですけど、でここで遅延食らっちゃったんですよね。クロロを貯めておきたかったんだけど、遅延食らっちゃって、で、まあ、こっちも遅延して、で残り1のところになってます今。でこれ 70% 軽減、 70% 軽減でさよならを耐えれますあ、だからこれあれかな、冒頭でさ HP バッジじゃなくてもいいって言ったけど、多分これ HP バッジじゃないと耐えれないと思うんで、まあ、そこはなんだろう、まあ、HP バッジの方がまあ安定するかなっていう感じはするかな。まあ前の回想でクロロを貯めておけばいいかなっていう感じもする。クロロを貯めてクロロの戦前を遅延にしておけばいいかなっていう感じかな。で突破しました。で13回も、まあ、覚醒無効、これはダグザ打って、ダグザが消せないと覚醒無効解除するんで、でまあ6解除ついてるのもすごい偉いなっていう感じはすごいする。でまあ普通に名誉組んで本当に話すことないね、ここら辺はマジで話すことないんで、まあ正直まあ何も言うことがないんで、まあなんか最近の俺のなんかハマってることとか言う？いや俺はですね、あそうこれね、リーダーチェンジしてるんで、事前にしてるんで、これ本来ならばこの虹のレインボーメタル、デブちゃんはリーダーチェンジしてくるんですよ。サブキャラをリーダーチェンジしてくるんだけど、事前にリーダーチェンジしてるんで、先生になってと。でいやそれもでかいね、それも結構でかいっていう。で俺のハマってることはね、まあ普通にドラマ見たりとかアニメめっちゃハマってんだよね、まあ、最近俺めっちゃアニメめっちゃハマってて、アニメオタクなんですよまあ結構昔からアニメオタクなんですけど、まあ、今見てるアニメはその奇世界人形ディスクドール、そのディスクドールは恋をするっていうアニメですね、まあ、ちょっとエッチいんだけど、まあ面白くて結構見てますね最近で。このラファエルはまあウェイを組んで終わりかな、普通にもうもう本当に話すことないね、話すことがマジでなくて、こうウェイを組むだけですっていう解説しかできないっていう感じなんですけど、まあ、本当にやってみたら分かると思うんだけど、まあ、本当にデイトナを打ってウェイを組むって10コンボするっていうだけでもう敵が飛んでいくんで、もう本当にもうそれですね、もう動画のなんか本質はそれでかなと思ったけどで行きまして、いけてるかな、で突破しました。さあ17回まで来ました。でまあ久々、めちゃくちゃ久しぶりにさ裏シャラの限界やったんですけど、結構楽しかったわ、なんか普通に楽しくてやっぱりサクサクいける、めちゃめちゃサクサクいけるっていうところがすごい楽しくて、結構ねまあ最近はまあ4次元とかさ、なんだろう神秘の次元とかめっちゃやってたんですけど、まあこのたまには裏シャラもいいなって思ったたまにはこういうゆるっといけるダンジョンもいいなと思ったんで、まあインフレが進んで、まあ、インフレが進んだのが逆になんかいいなって思ったでここねカットします、色が集まんなかったんでカットして、交換図の色が来たんで、ここから再開してます。でこれを組みまして、ここでも確か吸収来るんだよね、確か名前が忘れちゃって、確かここでも吸収来たと思うんだけど、誰が吸収していたか忘れたんですけど、多分ここでも吸収来るんで、まあクロロ、まあ、貯めておけばいいかなっていう感じですね、クロロの上のスキルで。ここもウェイ組んで、まあ突破してますね、そうね突破してます。さあで明日からあれですね、なんだっけ、サンデーかサンデーコラボ来ますね。サンデーコラボの工藤新一欲しいんだよね、工藤新一めっちゃ欲しいんだけどさ、確率どうなんだろうな、
てかまず俺がまずサンデーコラボはこれ倍率ちょっと見ました 2.5 倍ですね。エンハンスサンデーコラボがさそんなに引いてなかったんだよね。そんなになんか引いてなくて犬やさしかサイリア枠いなかったんだよ、ボックスに、ね、いなくて、でちょっと引いていたいなと思ってる。で、20回がここも無効感知かな、無効を張ってくる敵なんで、シンファシャンメイシンファかなここら辺のシクンシの名前は相変わらず覚えてないっていう。でここも無効貫通組んで、まあ、突破してますね。まあ普通に話すことはもう特にないかなっていうまああとはもう、まあ、ボス戦でちょっとね話したいことがあるっていうか、ちょっとボス戦がとある敵が出てきたんで、とある厄介な敵出てきたんで、まあ、そこは話すかなっていう。でちょっとね後付けとは言ったもののすごい噛んでる相変わらずすごい噛んでるんで、ちょっとそこが見づらかったり不快になったらすごい申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいですでここもウェイ行くんで、まあ、安全に行きたかったんで、エキドナサラの遅延を打ちました。遅延を打って、で、まあ、突破してました。ワンパンできると。でここでキメノア出てきた、ちょっと言っちゃったんですけど、キメノア出てきたんですけど、まあ対応できてました。普通にこのなんだろう、ダメージ吸収半分いってからのダメージ吸収、もうこの子が普通にもうデイトナーがもう強すぎてめちゃくちゃ強すぎて通パンしちゃったっていう話ですね。でこれをまあまず半パンしまして、メノアちゃんを半パンしまして、ダメージ吸収来るんだけど9ターンで打てるダメージ吸収をこっちは持ってるんで、まあ、これ打って、まあ、打つ順番として普通に、まあ、デイトナ打ってからの方がいいかなっていう、まあ、理由としてこのなんだろう、このダメージ吸収のスキルは火ドロップと木ドロップを、ロックするんで、確かデイトナの、変換色が火ドロップなので、ちょっとそういうところは注意点かなっていう。でクリアしました。でなんとね経験値、俺ちょっと驚愕だったんだけどびっくりしちゃった。これいきますよ、7800万これすごいね。でクリアタイムはこんな感じでしたと、15分ですね。まあ他のゲーム実況者さんとかがやってるぐらいめちゃめちゃ早い編成ではないと思うけど、まあ結構15分ぐらいでクリアできたんで、まあちょっとまあ俺なりに組んだパーティーとしてはまあ割かしまあまあ結構旧大点かなっていう感じはするんで、まあ結構ね、まあ、このパーティー編成参考にしてくれたらありがたいなっていう感じがするんで、まあ、もしよければ参考になったらチャンネル登録とか、まあ、高評価よろしくお願いします。じゃあねー。